ミニオンの直撃系、今回で4段目ぐらいかな ?5 段目ぐらいいって、結構来てるよね。ミニオンのね、直撃系ね。やっぱ映画がさ、新しいが今月の19日に、映画公開時期と重なってさ、来るよね、毎回。で、今回の映画まだまあ、まだ公開前だから見てないんだけどさ、19日。いや、公開した後にさ、発売してほしくないこれ。公開前だからさ、わかんないな、怪盗グルーのミニオン超変身に出てくる、新しいね、最新作の映画に出てくるキャラクターが、たくさんラインナップされているということで、今回のなんか、ミニオンたちね、タイトル通り変身するんだって、メガ何々とかになるらしい。メガ進化メガ進化みたいで超ワクワクする。かっこいいよね。前も確かそうだったよね。映画公開前に発売されなかったっけ？映画公開してから発売した方がいいよね、こういうのってね。だから映画見てないからまだわかんない。あ、でも、映画見る前にワクワクしながら開けるっていうのも、パッケージはこんな感じで、ミニオンってね。全部で13種、プラスシークレットがね、毎回、ね、楽しみな、毎度同じシークレットが一種あるんだよね。いやー、わー、楽しみだね。すげえファンタスティック4に出てくる岩みたいな、ザ・シングか、シングみたいなやつがいるぞ。岩みたいな。で、まぁ、マジこれファンタスティック4みたいじゃない？これなんか伸びるやつみたいで、ファイヤーは、ファイヤー。ファイヤーはちょっとあれだけど、この子らがもう進化して、進化が変身してんのかな。ミニオン超変身だからね。で、あ、グルーの息子かな？グルーとグルーの息子だね。あ、息子を見る優しい目になってるな。どのキャラクターに会えるかな？ということで、早速開封して、とりあえず100あるからさ、まあ、追加で買うかもしんないけど、100あるから、コンプはね、できるとは思うんだけど、いや、わかんないよな、最近のさ、チョコイッキーとか、ウエアス。なんか、10箱買ってもコンプできないパティが多々あってさ、もうなんか信用できんくなってきたよな。ま、でも、コンプしたいね。シークレットが出るかどうかかな。まあ、シークレットじゃないやつが出ないっていうパティもあるからさ、チョコイッキーは。よし！それでは、記念すべき。一箱目の、一箱目。でかい一箱目のちっちゃい一箱目ということで、まずさ、ラインナップの紙見たいよね。ラインナップの紙を見て、どういう種類がいるのかっていうね。メガなんとかっていう、あ、やべ、チョコレートが柔らかくなってね。やばいな。今もう、今、エアコンつけたんだけどさ、ちょっと温度高かったから、あれかな。まあ、ケーキにすれば、溶けてもね、あれだから。まあ、ケーキにして食べるから別に大丈夫なんだけど。まあ、そのまま行くんだったら冷やしてもいいけど。いや、せっかくクール宅急便でさ、買ったんだけど、おー！赤い！ささっ！これピットクルーか。ピットクルーフィルだ。ピットクルーフィル。そして、こっちにラインナップが出てると。メガ、あ、これだ！メガジェリー。メガガス。メガディーブ。で、メガティム。この子らが、あれだね。変身してる。ミニオン超変身の選ばれしね、ミニオンたちがね、家族を守るために変身するので、ちょっと読んだんだけど、あらすじっていうか、説明のところね、ネットで見て。いやでもあんまり読まない方がいいよな。7月19日にちょっとワクワク。まあでも、ある程度は読んでも大丈夫かなと思ってね、見てみたんだけど、この頃が、あ、メガメール。この頃が変身する。あれだね、ミニオンたちだね。で、ピットクルー・ラルフに、ピットクルー・フィルに、ピットクルー・ロンに、エージェント・メール。フィル、ティム。で、グルーと、ベイビーグルーと。で、ここに出てないのが、来たらシークレットということだな。すがチョコエッグだね。クオリティが高いね。でも、映画のどの場面で出てくれるのか、まだわかんないよ。やっぱ映画、いや、ほんとはね、映画、終わった後に、映画見た後、見終わった後にね、撮ろうと思ったんだよね。届いたんだけどさ、昨日、おとついか、届いたの。でもね、せっかく、クール宅急便で買ったし、ちょっと19日でまだあるからさ、せっかくね、ちょっとクール宅急便で予約注文して買ったんだけどね、ちょっと映画見てから飽きようってちょっと最初思って、耐えたんだよね。でもね、ちょっと19日長いから先に開けちゃおうと思って、今開けちゃったんだよね。いや、やっぱ映画見てから開けたかった、開けないじゃん、やっぱ。で、次は。お！メガかな？あ！絶対メガだ。だなぁ、メガ、おー、デイブだ！すげえ。頭をつけまして、完成だね。メガデイブ変身してるミニオンだね、これもね。超パワー、マジすごいパワーがありそうなミニオンだね。メガデイブ初のメガゲットだ。変身してる。でもまだまだあと4体いるもんね、メガシリーズはね。これはコンプリート楽しみだな。あとシークレットこの箱でもう出したいね。ワンボックス目でシークレットを出す喜び。たまにね、あるんだよね。たまにワンボックス目でシークレット出せる時も
あるんだけど、まあ、めったにないけどな。めったにないけど。よし、それでは、ちょっと溶けかかってるから、早く開けないとね、手のひらで溶けちゃうんだよね。よし。ああ、いいね。チョコすごいですね。久しぶりに食べるな、チョコエッグ。もうね、ストックしてたチョコエッグなくなっちゃったからさ、全部ケーキにして食べちゃったんだよ。だからちょうどよかった。お !1 番これジェリーか。あ、ジェリーだ、メガジェリー。岩だ、岩。ザ・シング。ザ・シング、メガジェリー。かっこいいよね。俺、この中だと一番ね、ジェリーが好き。メガジェリー。硬そうで、男を見てんじゃない。うわ、男を見かけ、すげえ。丸いね。丸いよ。硬そう。変身シリーズが揃ったね。メガジェリーとメガデイブ。マジで男海みたいにいいな、これ。メガジェリーめっちゃ好きだわ。もしかしたらワンボックスでメガシリーズ全部揃っちゃうかね。メガ進化。メガ進化みたいな、マジで。メガ進化みたいな、かっこいいな。メガ進化。ミニオンメガ進化。いや、映画楽しみだね、マジでね。19日まだまだだからな。しばらくまだあるからさ。ちょっともう、いや、先開けちゃったけども、やっぱりちょっと、あれだね、見た後に開けたかったなっていうのはあるかもしれんな。そして、お、これは、おお、メガメルだ。すげえ、メガシリーズ来まくってるね。メガメルもなんかサイボーグ感あってかっこいいね、なんかね、ほら。メガメル。よし、メガシリーズ3つ目。やったぜ。マジでワンボックスでメガ全部揃うかもね。これは来てるな、メガすごい出る、メガ。あと、シーケットなんだけどな、出したいな、この箱で出ねえかな。シーケットめっちゃ楽しみだよね。あそこにいないメンツが出たらシークレットでしょ。おし、シークレット出すぞ、この箱で。こいシークレットだなーあーと、メガだすげえなんつったっけな、ルローニケンシにいたよな、こんな頭のやつ。尖閣じゃねえや、仙突じゃねえや。仙なんとかってやつだよな、頭、メガガス。自分の体重でさ、重みで。膝やられるやつ。あいつに似てるよね、こいつ。メガガス。この頭のとんがり具合がね。ほら、メガガス。ドーン!すげえとんがってるわ。やっぱメガシリーズマジ。余裕でコンプだ。この箱で出るわ、多分。結構超変身シリーズだから苦労するかなと思ってたんだけど、なんか余裕で、ね、もうスーパーヒーローみたい。シャーン!メガガス。で、台座ね、台座につけて、完成!メガガス!スーパーヒーローだね。メガガススーパーヒーロー。だったらら、だたらら、ら。やべえ、余裕で出るわ。1,2,3,4。あと1体。だよね。あと1体。最後の1体が出れば、このメガティムだね。ビヨーンって伸びるやつ。これもファンタスティック4にね、伸びるのいたよね。名前ちょっと忘れちゃったな。ザ・シングの主人公?主人公ですか、リーダーっぽい人。でね、ファイヤーじゃないさ。俺でも一応ファイヤーやっぱ好きだけどね。ファイヤーいいよな。燃える力ってやっぱいいよね。火のパワーっていいよね。やっぱね。そして、シークレットが鳴ってる。シークレッティングかな。おー!もう被った。もう被ったぞ。まあそうだよな。左半分で被るっていうのがさ、チョコエッグのいつのパティーンだもんな。そうだよな。でもしょうがないしょうがない。被りまくるのはね、もうチョコエッグの常なる現象というかもう当たり前。だから、いちいちね、被ったことでビビってらんないよな。今、ワンボックス目でな。そして、おこれは10番、エージェントフィルだ。初だね、エージェントフィル。エージェントっぽい格好してるね。確かに、メインブラック、いや、メインブラックないか。でもね、エージェントっぽい格好してるね。いや、来たわ、初のエージェントシリーズ。やったぜ。エージェントシリーズか。1個しか被んなかったらかなり勝ちだね。今1個被って。いやでも2、3個被るからな。もうあと全部被りかもしれない。もしかしたら。シークレット出なかったか。いやでもまだわかんないからね。シークレットを。頼むぞ!シークレッティング!おぉ!エージェントシリーズだ!やった!エージェントティム!やったー!エージェントシリーズが。あら、売り出したね。あとピットグル。ピットグル最初に1個出たっきりもう出なくなった。ピットグルで今回苦労するかもね。でもってもうラスト2。ラスト2。ワンボックス目。早いなー!やっぱ早いね。こう楽しいのってすぐ終わっちゃうんじゃない?100個、10箱あるからさ、結構、動画的には長くなるんだけどさ、やってる俺からするとすごいあっという間なんでね。まあ楽しい。そして、ドーン!お!ティーム!メガだ!メガティームだ!メガ全部揃った!メガティーム!バナナみたいだね。メガティーム!やった!メガジェリー、メガガス、メガティーム、メガティーム、メガメル。変身シリーズ、超変身シリーズ、全部これでコンプだね。すげえ、よーく見たのがパスタみたいになって伸びまくって。
ビヨーンって、まあ、モンブランみたいっていうか、めっちゃ伸びてるね。メガティム、すげえ長いってか、でっかメガティム、でっかつ、長いっていうか、すごいね、この迫力。てかさ、これでメガシリーズコンペやったぜ。メガティムシャット。ティムが変身するんだね、これメガティムにね。こういう風になるんだね。おー、で、ワンボックス目最後。やっぱ最初からシークレット出なかったな。いや、ちょっとね、調子こいてさ、一発目からシークレット出そうかなと思ったんだけど、無理だったか。シークレット気になるな。いや、なんか今回スムー、いや、でも毎回そうなんだよね。毎回なんかスムージーにコンプいけそうな感じするんだけれども、結局8箱とかさ、ね、まあ、ギリ10箱でコンプとか、おぉベイビーグルーだ、かわいいね。ベイビーグルー。グルーの前に来ちゃったね。ベイビーグルーが。めっちゃかわいいね、ベイビーグルー。これシークレットでもよかったよね、ベイビーグルーね。ベイビーがでもがっつり出てたからな。なんかあの予告みたいなやつががっつり出てるから、まあ、シークレットにならんか。え、でも、ベイビーグルーシークレットすごい可愛い。え、めちゃくちゃいいじゃんね。これで、ワンボックス目が終了と。1個しか被んなかった、ワンボックス目。すげえ、たった1個。めっちゃ可愛くない？やっぱ、ミニオンチョコやばいね、この可愛さね。毎回可愛かったけど、今回でもすごい可愛い。しかも1個しか被んなかった、ワンボックス。大抵2、3個被るんだけど、多い時で半分被るからね。マジワンボックス内で。1箱目はね、こんな感じの内訳になりましたということで。めちゃめちゃいいスタート。次、200個目、シークレットをね、狙って。200個目でシークレット出たら、まあまあいい。いや、つか、すごいいいわ。めちゃめちゃ流れ的にはかなり熱いんだけど、出ないかな。それでは、行きましょう。いや、なんかここ、カード欲しいね、これ、ね。かっこいいね、これね。ここね、レーザーだ。シャーこれあの、X-Men だね。X-Men のサイクロプス。で、多分、ファンタスティック4に。この頃なんだろうな、ちょっと能力がな。これスーパーマンかな。なんかいろんなヒーローの、なんか、あれだね。集まりみたいな感じですごくかっこいいね。ミニオン超変身。そして、シークレットがこの箱で来るはずだぞ。楽しみすぎるシークレット。さて、ラインナップにいないのが出た瞬間にもうシークレットだからね。おー、エージェントシリーズだ。エージェント、エージェントシリーズだね。あと、あ、メルか。エージェント、ティム、フィル、メルで、揃ったね。あとはあの、ピットクルーだ。ピットクルーも揃えない。もう、あれじゃん。ピットクルーメンバーとさ、グルーとシークレット出したらコンプだよ、もう。この箱でコンプいけるかもしんねえ。いや、あの、ね、それ油断して、調子乗りすぎだよね。絶対無理だよね。いつもこうやって調子に乗って、最終的にめっちゃ苦労してるから。でも、すんなりいけそうな感じもあるな。いや、期待した方がいいね。いつものパティーノとこっからすごい苦労するっていう。いやでもちょっと期待しちゃうな、これ。すんなりコンプリート。チョコエッグですんなりコンプリートすごい。久しぶりっていうか、あ、ピットクルーピットクルーピットクルーのラルフ初じゃん、ピットクルーラルフ。あと一種。あとはピットクルーロンだ。ピットクルーロンが出たら、ピットクルーもコンプリート。おー、すげえ、めっちゃ調子いいんだけど。ラルフとフィルが出て、あとロンのみ。ロンが出たピットクルーもコンプで、そうなれば、あとグルーとシークレットの2種で、え、嘘めちゃくちゃ調子いい、マジ怖い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 、めったにないよ、これめちゃ運いいかもしれない、今回今回すごい運いいかも。え、マジで2セットぐらいコンプセットできるかもな。やった玄関とトイレダブルで飾れんじゃんね、コンプセットね。ダブルディスプレイできるよ、ダブルディスプレイ。そしてでもあ、こっからメガシリーズだね、ほら。メガシリーズ。いや、そうなんだよ。甘くないんだよね。そうそう、甘くない、甘い。いや、10箱開封してもコンプセット1個できるかできないかだからね。いつもね。そうだよな。調子こくなと。危ねえ、ちょっと調子に乗った、今。危ねえ、調子に乗った。兆しが見えたんだよね、兆しが。いや、チョコいい匂いだ。早く食べたいね。チョコレートね。すごい楽しみ。すごいいい匂いって。コンプリートして、おー、メガシリーズ。あ、尖閣か。尖閣じゃなかったっけ？あ、じゃあ、煎突かな？なんだっけ名前、あいつ。あの、師匠様の辺でさ、出る、師匠辺で出る、あの雑魚あの雑魚、なんつったっけあの村牛耳ってたやつ。あいつ、なんつったっけな、名前。おー、ピットクルーダダーンラルフピットクルーはね、ロンが出れば、ピットクルーコンプなんだよな。あと、グルー出したいね、グルー。グルーとシークレットと。めっちゃ、余裕コンプもしかして、あと3種でしょ？あと3種。ま、この箱ではいけないかな？あ、無理か？この頃いけたらマジ奇跡なんだけど。でもまだわかんない。いける可能性もあるよ。え、マジこれ歴史に残るかもしれない。これもし200コンプできたら。200コンプ初めてかも。今までいろんなチョコエッグ開封してきたけど、200コンプはマジ初めてだと思う。
おぉグルー来た。グルー顔ちっちゃ。スタイルめっちゃいいよな、グルーな。ほら。このグルーのスタイル。やったー、グルーじゃん。ベイビーも来たし。あと、ロンとシークレットでコンプだよ。ロンシークレットで。あと2試合。そらく今回ナンバーワンででっけえ。グルーでっかー。まあ、シークレット、わかんないけどね。まだね。これを超えるでかさかもしんないけど。いや、でも、これ最大だろ、今回の。グルーでっけえわ。よしよし、グルー来たか。あと、ピットクルー、ロンとシークレット。うわ、マジこの箱でいけるかも。あと3つもあるもんだって、ライフ。いけるいけるいける。怖え、ニアコンプの。ニア初、人生初だよ、これ。ニアコンプ絶対ない、今まで。あったら覚えてるからね。絶対ない。生まれて初めてのニアコンプチョコ一気。来るかもしれん。これでシーク、なんか、今までにない感じ。重たい感じがする。シークレットいくか。待って待って待って。で、いやメガシリーズだったわ。ビビったー、マジで。やべ、あとで、やっぱ無理か。シークレット来ないね。なかなか、あと、ピットクルーロン。ピットクルーロンと、やべ、チョコレートが。俺の大好物が。やっぱね、チョコイクのチョコレート、マジで、このミルクコーティングが最高だよね。内側のね。海外のチョコイクないからね、これね。ミルクコーティングは。やっぱ日本のチョコイクが一番うめえからな。日本のチョコイクのチョコレーティングっていう。おほほほほほほ。やべえ、やべえ、やべえ。頼む、頼む、頼む、頼む。最後に、まあ、コンパできんかったけど、シークレット出したい。シークレット来てくれ。いや、これシークレッティング。頼むぜ、シークレッティング。来てくれ、シークレッティング。来い、シークレッティング。何かな、トゥトゥルって。あー、違ったー。かぶった、これで2個目が終了。2個目で3個も埋まった、3種もね、埋まったからね。あと2種でコンプなら、ピットクルーローンとシークレットでコンプならもう、サンファコンプでもやっぱり快挙だわ。いけるかもしれん。サンファコンプ、夢の、サンファコンプ、ドリーム、ドリームが、サンファコンプのドリームが、やばい。いけるかもしんない。え、マジで、やばい。マジで、本当に2セットぐらい、いけるかも、コンプリートセット。マジ玄関トイレに飾れる、マジ玄関とトイレダブルコンプリートセットを飾れるというこの奇跡。え、やべ、いけっかもしんね、マジで。え、そんな奇跡あるか。いや、でもこっからだよな。そうそう、こっからのやっぱ、こっから被りまくるっていうのが、いつものパティンだからね、決まり、お決まりの、チョコエク地獄の被りスパイラルに突入するっていうのは、まあ、それいつものパティンだから俺ビビらんよ、マジ。全然ビビらん、ビビらん。でも泣くかもしんないけど。泣くかもしれんが、ビビ、あー、エージェントだね。待って、シークレットとかじゃないよね。エージェントだね。エージェントを持ってるということで。あー、やばいなー、やっぱ。こっからか。こっからが勝負だ。くそー。コンプ級でピットクルーローンね。シークレットはまあ、やっぱ、ボスだからさ、しょうがない。ただ、ピットクルーローンは出したいね。この箱で。ピットクルーローン、おーい。いやー、出ねえか。あとなんか、前のさ、マリオとかさ、ディズニーの時もあったよな。色違いのやつとか、あったじゃん。あれも、欲しいね。そしたらもっと楽しみがあるから、同じラインナップでもさ、色違いのやつがあったじゃん。ああいうのあったら楽しいよね。色違いのやつね。マーベルチョコイックの時も あって、おーっと、エージェントシリーズ。いや、ピットクルーシリーズが出なくなったら、もう右半分が終わり、これで。やべえ。あっという間に終わって。しはね、まあ最初はさ、やっぱ、あれだ、初が出まくるけど、もう3箱目からもう被りまくるからしょうがないよね。あっという間に終わっちゃうよね。お、ピットクルー、これは、これはロンじゃねえか。ピットクルーシークレット残った。あとシー、うわすげえ、シークレットラスボス、シークレット残ったの久しぶりだよね。大抵シークレットじゃなくてさ、なんかお前出ないんかいっていうのがあったんだけど、今回はシークレット SEC が最後に残ったね。おお、これは楽しいよ。おお、ロン来たか。ありがとうロン、ありがとう、ピットクルーロンが来てくれたぞ。これでもう、あと一種だからね。うわぁ、かわいい。やべ、めっちゃかわいい。マジ、ミニオンチョコイクすげえかわいくない？うわぁ、かわいい。ピットクルーシリーズ、あ、やべ、入ってなかった。ピットクルーシリーズも、エージェントシリーズも、メガシリーズも、コンプリートと、グルーとベイビーグルーもね、決めたし、あとはシークレットのみだぜ。ありがとう、ロン、えい、えい、ロン来てくれてありがとう。よし、ロン、サンキューな。ありがとう、来てくれて、ロン。かわいい。ロン、かわいい。よし。そして、うわ、これで決まるかも、マジで。いや、妄想で出ても、いいような気がする。だいたい3箱分の1とかじゃん。いや、じゃあ5箱分の1くらいか。いや、だいたい3、3、4ぐらいで、1個ぐらいシークレット出るんだよね、大抵。だから妄想出てもおかしくないんだわ。
あ、緊張してきた。え、マジもうコンプ、え、こんなに早くコンプできるのマジ久しぶりだって。チョコエッグでなんでこんなにイージーなの。うわ、怖いわ。逆に運使い果たしたんじゃねえかな俺、今月の運全部使い果たしたんじゃないかって。でもラスボスにシークレット残ったのは本当にいいね。シークレットワクワクしながら開けれるわ。何が来るのか、何がシークレットなのかっていうね。そしてコンプリートして映画を見ると、19日ね。いやー楽しいな。俺ミニオンシリーズすごい好きだからさ、息子も大好きなんでね、ミニオンループで見ていいからね。ループ、お、違うね、もうね、見えちゃったね。いやー頼むぞ。ミニオン直撃シークレット。シャシャーン。一番面白かったさ、あの、ミニオンチョコエッグなんでさ、シークレットミニオンじゃないかいっていう。でもさ、今回もあり得るよな、ミニオンじゃ、いやでも、最後、いやーでも出るかな、やばいな。あっという間にここまで来たら10箱目だよ、もう。10箱目、あっという間。いや、多分ね、いや、でも、出ると思うけどな、よし SEG だぞ。どう出なかった。くっそ、エージェントシリーズだ。これであの3箱目が終了。やべえな、でも滅多にない展開かも。マジで4箱コンプでも快挙だ。4箱コンプでもすごい早い方だと思う。まあ、ラインナップ少ないけどね。ラインナップ少ないけど、4箱コンプはマジで本当に、いや、いけるわ、多分。4箱コンプ、チョコエッグ、ミニオン、シークレット、出てこいや！頼むぞ！ミニオンシークレット、うわー楽しい。いやドキドキがやっぱシークレット最後に残るとドキドキがやばいね。何が出てくるのかっていうこのドキドキ、ワクワク、半端なくない？ちょっと心臓が、心臓がすげえ、いつもよりバクバクして楽しいな、マジで。すごい楽しい。さて、ラインナップにないのが来た、あ、エージェントシリーズだね。あーやっぱ4箱無理かな。でもまだ1箱目だしな。いやすごいなマジで、種類少ないというよりはさ、こんなに早くコンプリートが決まりそうになるリーチだからね、もうね。いや久しぶりの展開かもな。でもこっから長いんだよね多分。こっから多分出なさすぎてもう後半苦しくなって泣いてるっていうのがいつものパティーンじゃないか。もうやってねーつってせっかくコンプ決まりそうだったのにっていうね。でもいつもシークレットは出てて、シークレットじゃないやつがお前出ないんかいっていうパティングが多いんだけどさ、今回シークレットが残ったから、シークレットすごいなんかやっぱワクワクすんね。おー出ねー、シークレット出ねー。なんでもね、確率的には率的にはね、もうそれ出てもいいんだよな、マジで。もう4箱目でしょ、3、4箱分の1尾で、まあ、5箱分の1って言った方がいいかな。100個、あ、けどまあワンピースチョコエッグの時がねあれだったんだよね、グルーやったにかぶり、100個開けて1個シークレット、あのメリーゴーのシークレット、あれ1個しか出なかったんだけど、あれはあのまれっていうかあんまいない。100個開けたら2個ぐらいは出るんだよね、運が良ければ3個とか出る。でたまにめちゃめちゃフィーバーするときはさ4個ぐらい出る時もあるんだけど、もうそれ出てもおかしくないんだけどな、確率的には今までのねあの経験上だけど、もうそれ出てもおかしくないんだけど、なかなか今回出ないね。4箱コンプ決めたいんだけどな半分以下でねコンプできるのはすごい嬉しいんだけど、出ないかな。頼むぞ来い。あ、ベビーグル、ベビーグル、おー来い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 、マジシークレットが取ったシークレット、でもシークレットミニオンからやっぱなんかの、でもミニオンじゃないパティも あったパティンだからね。あれシークレットミニオンじゃないんかいみたいなね、ミニオンチョコ行くのにあれは楽しかったよな、すごく。あとね、シークレットのさ、あの、ボブか。可愛かったよね、あの、パジャマのさ、ボブが、あの、めちゃめちゃ、可愛かったよね。あれね、やべ、これやべえぞ。やばいぞ来ないぞ、シークレットどうした、頼むって。ここまで来たんだ、もう、いいじゃん。4箱オープンさせてよ、もう。4箱オープン。4箱オープン。あー、違うなー。やばい、あの、シークレットね、S って書いてるから、見ればわかるんだよね。あそこの数字書いてるところ、番号書いてるところが S になってるから、あそこ見た時点でもうわかる。ここあの、今ね、シークレッティング来い、チラッ、おっと、13、ここで S って書いてあるはずだから、ちょっとベビーグルー出まくってくる、これで最後。うわぁ、嘘や、シークレットが今回は、シークレット4箱開けても出てこないわ。いやーなんかシークレットにふさわしいね。うん、あんまり簡単に出られるとシークレット感ないんだけど、これはいいわ、強いわ、シークレット。
うわー出なかったー、5箱目に突入。マジで今回は惜しかったよな。2波コンプ3波コンプの可能性、まあ4波コンプもあったけど、まあ3波コンプ、いや2波コンプしたかったね、マジで惜しかったな。まあでもこれでいけると思う。さすがにあの5箱で出ないってことはおそらくないから、これでシークレット出して全周コンプリートだな。まあ5箱開ければ絶対に出ると思う。うん、これであのこの箱で間違いなくシークレット出ると思うから。いや出なかったらちょワンピースウエアス入れ、あウエアスじゃない、ワンピース直撃以来かもしれないな。俺たまに興奮してるとわけわかんないこと言うときあるけど、気にしないで、あのこいつ興奮して頭おかしになってるなと思って、ワンピースウエアスじゃない、ワンピース直撃でね。でとおー無念、怖えマジで怖えわ。これいつシークレット出てくるのかって、このドキドキがさたまらんね。まあそれが楽しみだよね、チョコエッグのね。ドキドキしながら開けて、コンプリートした後に食うチョコエッグ。うまい、うますぎる、ね。カロリー摂取でね。カロリー、トレーニング前のカロリー摂取を。そしてシークレットコンプリート。トツカデッテル。奇跡ミラコン起こすぞ。ゴハコンプでも奇跡ミラコンだからね。ゴハコンプでも早い方だよ。いつも8とか10行くじゃん、大抵。8とか10行くんだけど。5コンプ半分でコンプは本当に折り返したらね、マジでありがとうございます。いやー出ねえわ。シークレット強いね今回のね。なんだろうシークレット、マジで激強シークレットだわ。こんなに出ないの久しぶりかもシークレットで。いやー歴代でもかなりの強い部類に入るシークレット。やべ、チョコレートが、俺の愛するチョコが、はぁ頼むぞ出てくれよ。荒ぶったということはこれシークレットだろ。シークレッティングデルッ、どうだどうだ、でわやった。あでもどうしよう、まだねこんな余ってんだけどどうしよう開ける全部。でも動画長くなっちゃうからね、動画長くなっちゃうと見てるみんなだるくなるでしょ。だからちょっとあのコンプした時点で一応終わろうとは思うんだけど、動画短くするために。来たぞ、まだ余ってる、やった、なんだろう、いきます。ちょっと見てみる、ちょっとこれがシークレットか今回の。はー、ラッキーシークレット S、 ラッキー、やった来たぞーこれで、ね、待って、コンプだよな、間違ってないよな、たまに間違える時あるんだけど、ジェリー、メガジェリー、メガガス、メガデイブ、メガティブ、メガメール、ピットクルー、ラルフにフィル、ロンで、エージェントメール、フィル、ティム、グルーとベイビーグルーに。はい、ちょっと待って、そっと置いて、やったー、コンプリート、ゴアコンプだよ、ゴアコンプ、うわ快挙だ、やらかしたぞ俺、ついにゴアコンプでもね、すごい、ゴアコンプでも、うわ可愛い、見て、メルやったぜー、コンプリート、嬉しすぎる、ゴアコンプはこれ嬉しすぎるわ。あと半分はマジでもうワンセットできるかもな。玄関に飾りようと、トイレに飾りようで、ダブル2セットコンプリートできるかもしれない。いや、まさかラッキーだったとはね。あの、ユニコーン、フラッフィーの時並みの衝撃だったわ。あのフラッフィーもさ、前シークレットだったじゃん、ユニコーン、あいつ。ミニオンじゃないんかいって言うね。で、お前、俺の一番気に入ってる、歴代シークレットナンバーワンはボブだね、やっぱね。あの、さっき言った、パジャマだって、そのパジャマのあのボブ&ティームがね、あ、ちょっと今、ないんだけど、棚に飾ってるから、今ないんだけどさ、まあ持ってくればよかった。今度あの動画撮るわ。俺の気に入ってる歴代シークレット、動画っていうことで、ボブ&ティームすごい可愛いんだよね、あのぬいぐるみのね、持ってるボブとティームがすごい可愛くて、今回はラッキーと、いうことで、やーった、コンプリートだー。フラッフィー持ってこめよかったら、まさかこんなことに なるんだったら、まさかラッキーだったの。まあ、とりあえず全部並べてさ、最高だったね、今回のミニオンもね。シークレット、いやー、かわいい、もう一個欲しい、マジでラッキー。前回の、あの、前のさ、シリーズのフラッフィー、シークレット並べたいね、これ。つうさ、ミニオン大脱走っていつだっけ、もう10年くらい前じゃない、すげー前だよね、ミニオン大脱走ね。すげー昔な感じするわ。いやー、ベイビーグルーもかわいいしね。あと、変身シリーズね。メガジュエリー、メガガス、メガデイブにメガティム、そしてメガメルト。ここがさ、あの簡単に揃ったのが熱かったよね。メガティムなんてもう出ないからさ。ここスムージーに行ったのがちょっと今回の勝利のポイントかもしれん。あと、ピットクルーのラルフとフィル、そしてロンと。
で、こっち、エージェントシリーズ、メル、フィル、ティムと、で、グループ来まして、ベビーグルー。で、シークレットラッキーということで。いやー、よかったわ。無事にコンプリートできて。ゴアコンプ。いやー、すごい可愛いね。グルーでけえな、やっぱ。あと、やっぱ、こう見ると、ティムもでかいね。伸びてるね、めちゃめちゃね。で、今回のシークレットのラッキーと。いうことで、ミニオンチョコエッグのね、新しい最新作のね、ミニオンチョコエッグの開封レビュー動画でした。なんとゴアコンプ100箱あるんだけど、50個以内でコンプできたね。ちっちゃい箱、でかい箱は10箱あって、まあ、5箱台コンプできたっていう最高の結果になる。いや、毎回こうだといいんだけどな。ウエアスとかも毎回こうだといいんだけどな。今キングダムハーツのウエアスと戦ってるんだけど、あれだってもう10箱開けてもコンプは11箱かも。コンプできてないからね、11箱開封してまだ続きそうだし、今回みたいにこうスムージーにね、コンプリートできると、いや、なんかホッとするね。なんか、ありがとうみんな、コンプリート来てくれたよ、ありがとうな、スムージーに。それではまた次回、次のね、ミニオンチョコエッグの開封動画でまたお会いしましょう。めっちゃ可愛いからみんなもですけど、もう映画前だけどさ、まあ、映画公開後に買ってもいいと思うけど、4月19日、いや、でもまだあるからね、まあ、映画公開前に買って、俺みたいにこう飾ってね、見て映画楽しみに待ってるのもいいかもしれんわ。ちょっと俺待とうと思ったけど待ちきれなくて開けたんだけどさ、いや、よかった、後悔はないね。あとはもうチョコエッグ食う、チョコエッグパーティーということでね、ケーキ作ってたよ。いや、まあ10個ぐらいはねそのまま食おうとは思うけど、いや楽しいだね、こうフィギュアをコンプリートした後に食べるチョコエッグね。いやー、激アツ、次のチョコエッグも楽しみだな。早く映画の時しか来ないでください、ミニオンチョコエッグ。映画の時じゃなくてもなんか来てほしいよね、映画関係なしでさ。なんか毎回さ、なんか映画の時に来てる気がする。つか、そうだよね。毎回映画やる時に来てるからさ、そうじゃなくて関係なしに、ミニオンチョコエッグ出してほしいな。やっぱ可愛いわ、ミニオンは。うん、すごいか、ベロー。みんな可愛い。こう、いやー、デザインがいいよなー。あと、バナナ好きっていうのもいいよね、設定的にね。めちゃめちゃ可愛くない？バー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 ニャーニャーニャー。バー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 ニャーニャー。ポテトなー。